今から思えば当たり前といえば当たり前なんですけど、まあ、要は自分が音を出すというよりも、まあ、楽器が音を出してるわけですよね。別に楽器が動くってことじゃなくて、あの弓の毛と弦が触れて音がその摩擦音になるわけですが、何か私はその今までその自分の感情をただ力に変換してるだけで、そのどうやって音が鳴ってるっていうのを考えずに、だからどうすれば合理的に音が鳴るとか、物理的な問題ですね。そうそう、物理的な問題ですよね。だからそれを考えずにただ気持ちをただ移入するみたいなね、はいはい、そういう誤りをずっとしてて、でもなんか自分の思いにならないから、あのさらになんか向きになってね、やってたっていう時があったんですけど、ただその先生方の指導で、まあ本当は持ってた曲はすごく難しいビルトオーソ的な曲だったんですけど、その方は そういう曲をやる前にあなたの弾き方がちょっとおかしいということで、まずはその力を抜いて音階やってほしいと、でもう全球でも、したらやっぱりその力が入りすぎてると、それでは音は鳴らないし音は遠くに行かないし、でそれをその結局そのレッスンはその音階で終わっちゃったんですけど、曲に入らずに、でもそれがきっかけで、まあ、当たり前 その物理的な、まあ、鳴らし方ですね。そうですよね。無理なく鳴らす。そうですね。それをがやっぱりその演奏するという今までの間違ったものを正されたなっていうのはあります。うん、